こんにちは、ティーアドバイザーのみーです。毎週金曜日更新ですが、今回は特別企画ということで、2023年10月14日から10月15日までの間開催されるアマゾンプライム感謝祭で絶対買うべきお買い得な紅茶やティーアイテムをご紹介していきます。何を買ったらいいか迷っている方のお買い物の参考になれば幸いです。まずはお得なキャンペーン情報があるので、そちらから紹介していきます。今回プライム感謝祭ということで、 Amazon プライムの会員限定のセールとなっているんですが、今から登録してもセールの対象となるので、まだプライム会員じゃない方はまず登録しておきましょう。続いて最大 12% ポイント還元されるお得なポイントアップキャンペーンがあるので、お買い物の前にエントリーしておきましょう。こちらはエントリーするをクリックして、合計1万円以上お買い物をするとご覧の割合でポイントが還元されます。とってもお得なので必ずエントリーしておきましょう。概要欄にこちらのページのリンクを載せておきます。続いてプライム会員になるとどんなことができるのかというと、こんな特典があります。まず注文料金に関わらず、何回注文しても配送料が無料です。そして配達日時や配達時間も指定できます。またこれがとっても便利なんですが、お急ぎ便が対応している商品は翌日中に、12時までの注文ならその日のうちに届くので、これだけでも月額500円払う価値はありますし、その他にもプライムビデオやプライムミュージックが使い放題なので、見たかった映画やドラマを見たり、読書や音楽を楽しんだりできるので、入っていて絶対損はないです。この機会にぜひお得なプライム会員になってみてはいかがでしょうか。さて、それではお待ちかね、おすすめ商品を紹介していきましょう。今回ありがたいことにセール対象品の紅茶がたくさんあるので、かなりサクサクと進めていきます。テンポが早いので、気になる商品があったら一時停止してみてください。ちなみにご紹介した商品は概要欄から商品ページに飛べるようにしているので、ぜひそちらからチェックしてみてください。それでは早速行ってみましょう。まずは紅茶のお買い得商品のご紹介です。一つ目はこちら、TWG のティーバッグが 11% オフの3150円とかなりお買い得になっています。こちら定番の1837ブラックティーをはじめ、フレンチアールグレイやクラシックティーバッグセレクションといったアソートパックもセールの対象となっています。1837ブラックティーについては過去にレビュー動画を上げているので、ぜひそちらチェックしてみてください。続いて和紅茶専門店気心のギフト用のバラエティパックが 15% オフ1463円となっています。またこちらのプレミアムティーブックという和紅茶のフレーバードティーのアソートの方ですね、こちらもセールの対象品となっています。こちらも 18% オフで2424円となっています。和紅茶が好きという方や気になっているという方は、ぜひこの辺チェックしてみてはいかがでしょうか。続いてAmazon限定のトワイニングザベスト5の50袋入りが 26% オフで1017円とお買い得になっています。こちらは毎回 Amazon でセールがあるたびに安くなっている商品ですね。私も飲んだことがあるんですが、お気に入りはプリンスオブウェールズです。その他定番のアールグレイやセイロンオレンジペコなどもたっぷり50袋入っているので、ぜひ普段使いにいかがでしょうか。続いてアーマットのザ・ベストセレクションティーバッグ60袋入り、こちらが 24% オフの1358円となっています。アーマットのデカフェを含めた定番の6種類がそれぞれ10袋入りとなっていて、お得なセットになっています。ストレートもミルクティーもどちらも楽しめる内容になっているのはもちろん、デカフェも入っているのは嬉しいですね。こちらもぜひ普段使い用にいかがでしょうか。そして一つのフレーバーでいいからお買い得にたくさん買いたいという方にはこちら、ダージリン、イングリッシュブレックファースト、アールグレイがそれぞれお買い得になっています。こちらはタグがついていないタイプのティーバッグなので、ティーポットに入れてたっぷり楽しみたいという方にもおすすめです。それぞれフレーバーによって値引き率が違うのでご注意ください。続いてリプトンエクストラクオリティセイロン青缶 450g、こちらはリーフティーですね。セイロンのハイグラウンティーの代表格ヌアラエリアがベースの香り高い紅茶になっています。爽やかな風味のセイロンティーがお好みの方はぜひこちらいかがでしょうか。続いて
カフェインレス紅茶のご紹介です。まずはこちら、先ほどもご紹介したアーマントティーのタグなしのタイプのティーバッグです。 37% オフの1440円とかなりお買い得になっています。続いてリプトンのカフェインレスティーバッグオリジナルブレンドが 28% オフの1175円となっています。こちらアマゾン限定商品で60袋入りとかなりたくさん入っているのでとってもお買い得ですね。同じシリーズのアップルティーとラベンダーアールグレイもお買い得になっているので、この機会に買い揃えて好みや気分によって違う味を楽しんでみてはいかがでしょうか。続いてリプトンカフェインレスの蜂蜜紅茶ティーバッグ 26% オフの1175円となっています。こちらは先月発売したばかりの新商品ですね。リプトンからもついに蜂蜜紅茶が発売しています。こちらはアマゾン限定の40袋入りと結構大きいサイズのようなので、たっぷり飲みたい方にはおすすめです。続いてアーマットティーのデカフェピーチ&パッションフルーツティーのペットボトル24本入りは 28% オフの2872円になっています。紅茶をいつも持ち歩きたい、かつデカフェの紅茶が飲みたいという人におすすめですね。アーマットのペットボトルでデカフェのアールグレイが出てるのは知ってたんですが、ピーチ&パッションフルーツティーというのがあるのは知らなかったです。食事はもちろん、仕事中のリフレッシュにもカフェインを取りたくないという方はぜひいかがでしょうか。続いて紙パックやペットボトルの紅茶の商品の紹介です。リプトン蜂蜜紅茶の紙パック飲料12本入りが 8% オフの1877円となっています。こちらは今月発売したばかりの新商品ですね。蜂蜜だけの甘みと書いてあるので甘味料などは入ってないのかなと思ってチェックしてみたんですが、ここを見るとどうやら本当に入ってないみたいですね。私もこちらまだ飲んでなくて気になっているのでチェックしてみようと思います。続いてキリン午後の紅茶おいしい無糖 500ml の24本入りが 38% オフの1780円となっています。こちらは定番のおいしい無糖ですね。ダージリンが使用されていてすっきりとした美味しさになっています。続いてアサヒ飲料の和紅茶無糖ストレートラベルレスボトルの24本入りが 27% オフの1758円となっています。こちらは以前動画でレビューしたことがあるので気になる方はぜひこちらをチェックしてみてください。続いてポッカサッポロの鹿児島知覧紅茶無糖24本入りが 23% オフの1872円となっています。無糖なんですが、先ほどご紹介したアサヒ飲料の和紅茶よりもかなり甘く感じるので、甘めの紅茶が好きな方はこちらおすすめです。続いて紅茶の時間ストレートティー無糖のラベルレスボトルが12本入りで1245円になっています。 900ml の大きめのペットボトルになっているので、お家でたくさんアイスティーを飲みたいという方にはぜひいかがでしょうか。またこちらのアサヒ飲料のアールグレイティーラベルレスボトル 500ml の24本セットの方も 27% オフ1758円とお買い得になっているので要チェックです。続いてはカップなどのティーアイテムのご紹介です。まずはこちら、なるみのミラノシリーズのティーカップ&ソーサーが2脚セットで7320円となっています。こちらのミラノはなるみの定番商品ですね。淡いブルーの花柄に金色の縁が美しいデザインとなっています。公式サイトで買うと税込みで1万1000円とかなのでかなりお買い得です。そしてこちらのティーポットの方も 15% オフで 23,375 円とかなりお得になっています。ぜひ合わせてチェックしてみてはいかがでしょうか。続いてもなるみのティーカップ&ソーサーです。フローラルブティックというシリーズのティーカップ&ソーサーが2脚セットで3207円、また同じくこちらは5脚セットで5742円となっています。パステルカラーと花柄が可愛いシリーズですね。セットで何脚か揃えたいという方はぜひこちらいかがでしょうか。続いてもなるみのカップ&ソーサーです。グレイスヤーというシリーズのカップが2脚セットで 20% オフ5298円となっています。またその他にもシルキーホワイトのカップ&ソーサーやローズブランシェというカップ&ソーサー、
オーロラピンクの茶こし付きのティーポットなど、なるみのティーアイテムがたくさんセールの対象品になっているので、ぜひチェックしてみてください。続いて、ボダムの T41 という茶こし付きのグラスです。39% オフで2020円とかなりお買い得になっています。こちら、ティーポットいらずで、リーフティーの紅茶が1杯分だけ入れられるという画期的な商品です。茶こしが広いので茶葉がしっかり開きますし、このように裏返した蓋の上に茶こしを置くことができるのでテーブルも汚れません。1杯分だけリーフティーを入れたいけどティーポットを出すのが面倒という方はぜひこちら使ってみてはいかがでしょうか。続いて、岩井ロフトのダブルウォールカラフェ 300ml 50% オフで1780円となっています。ダブルウォールなので持っても熱くなく保温にも優れたティーポットとなっています。ティーカップ1杯から2杯分の少なめサイズなので一人暮らしの方にもおすすめです。茶こしもついてるし、普通のグラスみたいに洗いやすそうな形をしているのでお手入れも簡単そうでいいですね。気になる方はぜひいかがでしょうか。最後はティータイムに役立つ家電製品のご紹介です。まずはこちら、ティファールの電気ケトル 1.2 リットル入りが8980円となっています。約76秒でお湯が沸くというのと、温度調節が可能というところがポイントが高いですよね。また、お湯漏れ防止のロックがついているので、もしもの時にもこぼれず安心なので、小さいお子さんのいる家庭などでも活躍しそうですね。続いて、電気ケトルが 36% オフの7110円となっています。こちらも温度調節機能がついていて70秒でお湯が沸くという優れものですね。そして細い注ぎ口になっているのでお湯の量と注ぐ範囲がコントロールしやすいというポイントがあります。こういった注ぎ口が細いタイプの電気ケトル使ってみたいという方はぜひこちらいかがでしょうか。最後はこちら、カップウォーマーが 20% オフの2799円となっています。こちらマグカップなどを置いておいて常に温かい温度を保ってくれるという優れものです。しかも3段階の温度調節機能や4時間続けて使用すると自動的に電源が切れる自動電源オフの機能、そして重力感知機能がついていて10分以内にカップを戻さないと自動的に電源が切れるといった便利な機能がついています。寒くなってくるこれからの季節、ぜひこちらいかがでしょうか。ということで、Amazon プライム感謝祭で絶対買うべきおすすめアイテムのご紹介でしたが、いかがでしたでしょうか。気になっていた商品や初めて見る商品もセールということでお試し感覚で購入できるので、この機会にぜひ購入してみてはいかがでしょうか。もちろん、今回ご紹介した紅茶やティーアイテムなどの商品以外にもたくさんセールの対象品になっているものがあるので、いろいろ探してみてください。皆さんのお買い物の参考になれば幸いです。ちなみに普段は毎週金曜日に紅茶に関する動画をアップしています。商品レビューや紅茶の知識、福袋の開封動画など紅茶好き必見の情報を発信しているので、ぜひチャンネル登録してください。なお、特別企画ということで早めの動画のアップとなったため、次回の更新は10月27日金曜日とさせていただきます。よろしくお願いいたします。それではここまでご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価お願いいたします。またこのチャンネルでは毎週金曜日に紅茶に関する動画をアップしているので、紅茶好きの方はぜひチャンネル登録してください。インスタ、ツイッターではハッシュタグみーの毎日紅茶で毎日違う紅茶をレビューしているので、フォローよろしくお願いいたします。ブログでは動画では紹介していない商品もレビューしているので、ぜひチェックしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。みーでした。バイバーイ。